なんと今日はとっても素敵な先生をゲストにお招きしております。原田さんとの関係が気になりますが、一体どんな話が聞けるのでしょうか。楽しみです。皆さんこんにちは。今日は久しぶりに対談をお送りしたいと思います、長尾さやか先生、はい、女医さんです。ザ・六本木クリニック代表の長尾さやかと申します。普段は医師として、美容皮膚科美容外科を、治療させていただいておりまして、新しい顔にするっていうよりは今の自分を、より良くするというアンチエイジングという領域で、皆様の美と健康の、診療に携わっております。経営塾で学ばせていただいておりまして、はい、そのご縁で今日こちらに来させていただきました。よろしくお願いいたします。実は1年ぐらい前だったかな、1年以上かな、お医者さんだけを対象とした、はい、経営塾を開講して、うん、1期2期やったんですけど、はい、はっきり言って先生方は経営にあんまり興味が ないんで、私もそこ辞めちゃったんですよ、うん、そしたら、はい、やっぱり続けて勉強したいという方が3人ぐらいかな今。私の、6年前からやってる経営塾に3人ぐらいいらっしゃって、うん、その中の一人が長尾さんです。はい、光栄です、そのご紹介。ご主人も同じ病院なんでしょ。そうです、はい、ご主人が六本木。そうです、長尾さんが恵比寿で、はい、どうやって住み分けてるんですか。私の方が美容皮膚科とかアンチエイジングが得意なので、うん、そういった領域で、恵比寿のが一棟のビルで、美容皮膚科をメインにしながら、あとはクマとか糸とか、そういった簡単な治療までするようにしています。目切ったりするんでしょ。目の裏を切って、膨らみ、目のクマたるみを取ったりとか。私はもうクマだらけなんだけどこれ取ったら変になるから絶対やらない。いや、可愛いなと思って見ておりますそれで。いつぐらいからお医者さんやろうと思ったんですか。高校生ですね。高校生。はい、高校生です。確か大学が愛知医大か。はい、そうです。そうですね、はい、やっぱり高校生の時に志さないと医者になれないので、やっぱ高校、大学受験でね、医学部受けないといけないので、その前にいろいろ自分が人生何をやりたいかって考えた時に、代々ちょっとね、医者の家系だったんですけれども。あ、ご両親もお医者さん。あ、そうなんです。大体結構おじいちゃんおばあちゃんみんな医者だったんですけれども、それはそれで興味はあったんですけど、その当時の私高校生の時に一番興味あったのが本当美容で、化粧品とかが大好きで、もう勉強そっちのけで美容のことしか考えてなかったんですなるほど。なので自分の好きなことがどうにかして仕事にできないかなって調べた時に、美容のドクターっていう職業があるっていうことを、15年ぐらい前に知りまして、あ、これだと思いまして、美容のドクターになって、その家族の、医者になってほしいという、願いも叶えつつ、自分が本当に夢中になれる仕事ができるようになりました。男性の患者さんはいらっしゃるんですか。やっぱり経営者の方々が特に一番多いんじゃないかなと。経営者が、はい、やっぱりこう原田さんのようにこう前に出てったり、やっぱ写真撮ってねとか、そういった機会もあると思いますので、経営者の男性に対しては特にうちでは経営者の方々が通ってくださってます。なるほどね、いきなり質問しますけど、はい、今のその経営で一番悩み事、チャレンジ、はい、困り事、何でも結構ですか。いきなり、はい、いや、でも本当に医者として自信が、診療のこれならできるっていうかなりこう自信があったので開業したんですけれども、経営とかマネジメントに関してはもちろん初心者で、このままじゃいけないと一念発起して、原田先生、原田さんの塾に、1年前から通ったんですよね。そうですね、1年半ぐらい経ちますかね、多分ね、今1年半ぐらい、はい、でおかげさまでその1年半があるので、今の悩みはかなり減ったんですね、当時より。人材確保で結構、そうですね、どこの病院だって今苦しんでますけど、長尾さんとかどうですか。やっぱりこう美容業界もかなりこうね、いっぱいクリニックできてますので、そのいかに従業員の方がうちに来てよかったって思う、その後もずっといたいと思ってもらう職場を作るかっていうのが大事なのかなと思っています。結構今のネットの社会って誹謗中傷多いじゃないですか、はい、飲食店でもお客さんの評価入ってるじゃないですか、はい、病院も結構病院の噂評価って入るんでしょと思います。ネットの社会に限らずね、週刊誌もそうですけど、真実よりも嘘の方に興味持つんですよ、はい、でそれを無意識に
信じたりしますからね、あんまり気にしないでください。やっぱり成功者ってのは常にお客さんを見て仕事する人ですから、徹底して顧客満足度に集中して頑張ってください。アップル、マクドナルド、ベネッセ、いろんな会社経営してきましたけど、でアップルの時も私は一番大事にしたのはユーザークラブなんですよ。だからこれをヒントに長尾さんもね、やっぱりいい患者さんが、いいその喜びをした感動をね、きちっと発信できるユーザークラブを作って、ユーザークラブ、ね、その後もちゃんと何かあったらフォローするっていうのをやっていけば、ね、はい、でもまだやってないので、はい、ぜひやってみたい。ホームページあるんでしょ。ホームページ、はい、あります。ホームページなんかユーザークラブってタグつけて、はい、そこをクリックしたら、実際に長尾さんの患者さんの生の声をそこに入れて、今はもう動画だって簡単に配信できる技術がありますから、そういうものをホームページに組み込むことができますからね。あと今後病院の夢はどうするんですか。2つ目作るとか、どこまで私が一番高いところまでいけるのかをちょっと勝負してみたいと思ってまして、なんでまあ100店舗とは言わないんですけど、まあそんぐらいの規模になりたいなとは思ってます。50ぐらいまでに。なるほどね、はい、ぜひ私の経営塾で多店舗展開の原則、鉄則ってやってるじゃないですか、目先の売り上げを作るために質を犠牲にして、人材教育を犠牲にして、どんどんお店を作んないように、そこだけ注意してやってくださいね。そうですね、それに注意しすぎて、なんか一歩が踏み出せなさそうなんですけど、まだ、はい。なんか私に質問あります。今のまあ悩みがやっぱりこう人のマネジメントってところで、そこに関して教えていただきたいなと思います。はい、まあ簡単に言うとね、経営っていうのは7割人事なんですよ。で3割が財務、でお医者さんって特に人事だとか財務だとか全く学校で習ってないじゃないですか。医療しか学んでおりません。まあ経営塾でキャッシュフローって言ったら全く誰も知らなかったですね。PL 知らなかったですね。バランスシート知らない、事業計画なんだそれって、そんな感じでしょ。やっぱりそれぐらいの基本はやっぱり知っておかなきゃいけないし、知っておくことで財務担当がしっかり仕事してるかどうかちゃんとチェックできるわけですよ。まあ7割の人事っていうのは採用、それからリテンションといって離職率を下げる、で採用っていうのは求人広告で給料だけ出して、高く出して採用する、これ絶対うまくいかないと思いますよ。給与の高いところだけを探す応募者っていうのは逆に来ますから、確かにそうですよね。で、一番いいのは、いいスタッフがお友達を連れてくることです。人が辞めるから採用っていうのが一番最悪ですよ。だから採用コストを人の社員の満足度向上に使う、例えば10人採用するときに、まあ、数十万かかりますね、それを今の社員の満足度に使った方がよっぽど離職率下がるでしょ、満足度上がるでしょ、人をお友達に勧めてくれるわけですよ、もうそこを徹底してやった方がいいですね。でマクドナルドは離職率を下げて8億の求人コストを削減できたんですよ。8億お年間ね、はい、その8億を既存の16万人のアルバイトクルーの満足度向上に使ったんですよ。そうやると従業満足度だけじゃない、サービスの質が上がる、お客さんの満足度も上がる、でみんながハッピーになるわけでしょ。したがってまず徹底してやっぱり考えてほしいのは、離職されないように、ということです。じゃあ離職されないようにするためには、じゃあお金を使って満足度を上げるだけかってと、離職するような人を取らないってことだね。だからやっぱり一番心配するのはね、求人不足だから経営者ってどうしても妥協して取っちゃうんですよ。私の経験は全て妥協が裏目に出てます。そう、ちょっとでも心配事があったら取らない方がいい、妥協しちゃダメです。ためになったと思いましたらチャンネル登録よろしくお願いします。